はい、河川です。今日はうつ主さんがちょっとの間お出かけされているみたいなので私、一人で実況させていただきます。第2を倒せば、このワープルームに来ることができます。ちょっとテクニックが多いステージが増えますが、頑張っていきましょう。このステージも中性ですね。敵さんや箱の数が前より多くなったと言えるでしょう。鉄枠ブロックはスーパーボディプレスで一掃しましょう。スロット箱は側面に書かれているアイテムの絵をタイミングよく定めて壊せば、そのアイテムが手に入ります。あれは魔法研究員ですね。マダンを食らうとカエルさんにされてしまうので隙を見てジャンプで回避しましょうね。スーパーボディプレスだと箱を一掃できて気持ちいいですよね。一気に壊すよりかは、いつずつ、取ることが効率良いですよ。研究員のタイミングはもう慣れましたよね。スライディングでささっと退治。最初の中性ステージと比べると長く感じますね。私も長いのはあまり好きじゃないですよ。これは慣れてしまえば怖くなんかない。クラッシュ君、そんなに一気にリンゴを頬張るけどお腹壊さないのかな。ちょっと難易度が上がってますが、やっていきましょう。皆さんはクラッシュシリーズでどの作品がお好きですか？私はクラッシュ2です。操作のしやすさとクラッシュ君のグレートアップのおかげでやりやすい作品となってます。クラッシュさんも例外ではありませんよ。ここは慎重に取りましょうね。慣れれば簡単ですよ。カエルさん、ニトロでやらかしたんですね。かわいそうに。スライディングでバーサーカー研究員を倒しましょう。というわけでここまでです。続きは URL からご覧くださいね。それでは、また見てね。